I just heard you blow my reputation. But I figured it's not on me. Yeah, yeah, yeah. Sorry.さあ準備完了です。今日は土曜日なので混み合ってくると思うんでね、全力投球で頑張りたいと思います。ということで皆さんも全力で頑張りましょう。それでは行ってまいります。上塾です。グレープフルーツを食べる。水を浴びて元気にやってくれ。うわ気持ちいいぜ。水浴び最高。うわ生き返るぜ。最近寒いから水浴びるとね気持ちいいんだよねって言ってるかな。花は癒しです。今日は久しぶりにバンズのオールドスクールでスケートスタイルで行こう。今日はヤードセールのトップスにリーバイス503のデニムにバンズのオールドスクールでスケータースタイルです。今日も頑張りましょう。じゃあありがとうございました。はい、またお待ちします。さてただいま帰ってまいりました。本日は10時59分です。今から何を作ろうというのか。そうです、カルボナーラです。昨日作ったって思っている人も多いのではないでしょうか。実は昨日のカルボナーラ失敗してしまいまして、ボソボソのカルボナーラになってしまったので、今日はね完璧なカルボナーラを作りたいと思います。レッツゴー。カルボナーラを作る前にまずは酒を飲みます。今日はワイングラスでビールを飲んでみようと思います。ただのカッコつけです。アンテナ Traveling without moving。 このラジオを聞きながらピザじゃないパスタを作りたいと思います。ルレッサンス。やれやれだぜ。仕事後のビールは最高だぜ。塩
ルボナーラはニンニクはね入れないんだけど、ちょっとアレンジしてみたいと思います。
やべ、作りすぎた。これ明日の朝食だな。仮想さんのリクエストにお答えしてこの曲をどうぞ。カニエウエストだよ。カルボナーラで余ったこの白身を今から料理する。必要なものは白身、そしてこのキリ、クリームチーズ、そしてドレッシング。これだけでめちゃくちゃうまい飯ができる。まずはこの目玉焼きならぬ白身焼きをして、白身だけで焼いた卵をとる。チーズを乗せ、あとはドレッシング、これはもう何のドレッシングでもいいと思う。軽くドレッシングをかける。これで完成だ。この白身焼きのクリームチーズ乗せ、めちゃくちゃ意外とうまい。やってみてくれ。白身とクリームチーズ。